坂村歴史文化館コラッセは、長野県下見野地群坂村にある文化施設、坂村公民館を併設している。2011年3月12日未明に発生した、長野県北部地震によって失いかけた村内に、残されてきた古文書や民具を保管展示することを目的として、坂村旧東武小学校史久し県文校を改修し、2016年8月に開館。 栄村公民館を併設しており、村の公民館職員が常駐している。昭和初期に建築された、旧東武将学校市久し県分校の建物の構造をそのまま生かし、当初の材をできるだけ使用した木造2階建ての建物。公民館スペースの中央には、くつろぎ空間と呼ばれる大きなスペースがあり、締め縄作りなどの公民館活動の拠点となるほか、 村民の憩いの場にもなっている。長野県北部地震によって大破した土蔵に残されていた民具や古文書を丸ごと救出させるとともに震災前の状況をほぼ同じ形で復元させた。これにより栄村の民家に残されていた土蔵の様子を見ることができる。広瀬家土蔵再現スペース、長野県北部地震によって古民家や土蔵などから救出された多くの民具や 古文書に加えて、村の文化財保管庫に保管されていた民具や古文書、考古資料などを展示。コラッセ2回展示室栄村歴史文化館、コラッセでは、長野県北部地震後に救出された民具や古文書、等の資料整理や分析を行う専門家を含めた、関係者が集まる、地域資料保全有志の会と、地元住民が構成する、コラッセ友の会が、展示資料の作成や、 活動の企画運営に協力し、栄村に残る伝統技術や文化を残し、伝え、発展させながら栄村らしさを極めている。栄村歴史文化館は午前9時から午後5時まで開館しているが、月曜日と祝日の翌平日、年末年始は休館である。入館は無料である。 http://www.will.sakai.nakano.jp://houk-i/slash-k-or-a-s-s-e.html? 白水佐藤志古文書はいかに歴史を描くのか ?NHKBOOX311 ページ http://wwww. ビルドサカエトナガノドット jp スラッシュ s h o u k a i スラッシュ k o r s s e ドット h t m l ハット http コロンスラッシュスラッシュ www ドットビルドサカエドトナガノドット jp スラッシュ s h o u k a i スラッシュイメージズスラッシュ pdf スラッシュ koumikan n 一七零二ドット pdf 白水佐都市古文書はいかに歴史を描くのか。NHK ブックス。292から311ページ。白水佐都市古文書はいかに歴史を描くのか。NHK ブックス。 306ページ h t t p w w w b i l l s a k a e n a g a n o j p s h o u k a i k o r a s s e h t m l h t t p s a m e b l o j p h r y o u h o z e n ラッシュ栄村歴史文化館コラスセリーフレット。 ありがとうございます。